はい、あなたの雑貨の宣伝部、増田明美の雑貨 TV、3月28日後半なんですけれども、雑貨 TV と言いながらも、なんと今回はですね、後半、女性のためのネットスキルアップ塾、ね、再塾を、運営していらっしゃいます塾長のももさんにいらしていただきました。ももさん、どうぞ。こんにちは。もう本当に私はね、すごい嬉しいんですけどね、もう本当に私にとってのね、憧れの人になるんですけどね、ももさんにいらしていただけてとっても嬉しいですけれども、なんでまた雑貨 TV なのに、ね、ネットスキルアップなのかって言ったらですね、やっぱりね、ネットスキルお勉強しとくといいですよね。いいですね。さっきあの小宮ちゃんも言ってましたね、はい、SNS SEO SEO ね、ね、知ってもらわないとやっぱりね、その辺はね、お勉強に、ぜひしていただきたいんですけども、はい、ももさんは何をやってる人なの？私はですね、主婦の起業塾をやってるんですよ。主婦の起業、うん、で、ママでもないのね。ママも含め、うん、でどうしてかっていうと、うん、私が、うん、まあ、子供が生まれて、うん、専業主婦をしてたんですけれども、うんうんうん、そこでね、まあ、主人がなかなかこう帰ってこない中、一人で子育てをしながら、うん、もう産後うつになっちゃったんですよ。もう何もできなくなっちゃって、うんうん、もう自分は社会から必要とされてない、うん、社会と切り離されたみたいな、まあ、それは誤解だったんですけども、それまで何バリバリ働いていて、うん、もともとリクルートで営業していて、まあ、うん、はい、でその後は建築士になって、設計事務所とかハウスメーカーでずっと設計の仕事をしてたんですよ、うん、そうなんだ。でも臨月までもうバリバリに働いていて、うん、もうお腹が大きくて生まれるっていう時に専業主婦になったんですね、うん。そう、でも自分としては辞めたくなかった。そうですね、うん、でもやっぱり会社が遠かったし、うん、初めての育児をね、まあ、生まれてすぐに預けて働くのもなっていうことで辞めて専業主婦になったんですけれども、うん、まあ、そこがね、私もちょっと甘かったんですけれども、うん、一人で育児をしてるのってすごいやっぱり孤独だし、ストレスがあるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ、うん、まあ、そんな中でね、うん、見つけたのが、うん、まあ、インターネットがあれば世の中とつながることが、うん、何年ぐらい前ですか、それ。それはね、13年前ですね。今娘が13歳なので、まあ、そうなんです。うん、そうなんですよ。そうなんだ。なんか素敵なネックレスしてらっしゃるけれども、うん、それでね、うん、子供がね、生まれて、うん、で、まあ、育児ね、子育て大変なんですけど、うんうんうん、夜になると子供寝るじゃないですか。はいはいはい、ね、うん、で暇なんですよ、夜。まあそうなんですね。暇で、私だったらお酒飲んじゃうんだけどね。お酒も飲まないから。あ、そうか、子供育てね、授乳中はね、そうか、暇だから、うん、こういうね、私はビーズのアクセサリー作りにハマって、うん、毎晩毎晩もう山のようにビーズを買ってきては作ってたんですよ、うん、それ13年前ね。13年前でね、やっぱり昼間はずっと子供のことをやってるので、うん、自分のことをやりたかったし、うんうんうん、なんか無心で何かをやりたかったんですよね。なんか小宮さんもそうだったんですか、昔は。はい、そうですね。あ、そうですね。でもね、山のようにこれが、うん、作られちゃって、毎日1個か2個ずつ作ってるんだからすごいね。そう、年間何百個もできちゃうでしょ。うんうん、うん、それで自分で使い切れないし、うん、でも作るのは楽しいから、うんうん、これをね、売ってみようと思ったんですよ。13年前か、うん、そう、まあ、そう、手作りの人がそんなにまだブームじゃないね。うんうん、そうですよね。うん、それで、そう、でもネットは好きだったので、うん、じゃあネットショップで売ってみようと思ったんですね。うん、そっか、13年前ぐらいだと私も、うん、この雑貨関係のね、ライターとかやってて、うん、でもその時に、うん、よく声かけられました。今後はネットで雑貨を売る時代になると思うから、うん、って言ってアドバイスしてほしいっていうのは、うん、うん、今もうすごい大きな会社になっちゃったんだけど、某社さんとか某社さんとかからいろいろ声をかけられました。うんうんうん、ね、でもその時にまさかそういうね、雑貨がネットで売れるってあんまり思ってなかったの。そう思わなかったんですけど、うん、なんかこうやってみたんですよ。うんうんうん、ネットショップを作ってね。で、その時からもうホームページ作っちゃったの。ホームページを作って、でも、うん、全く売れないんですよ。ももさんでも売れなかった、うん、だってまだ勉強してないから売り方を知らないんですね。だから写真を撮ってネットに上げるだけ、うん、でもわーい、ネットで見られるようになった、これでなんか売れるって思ってるんですけど、うんうんうん、全然アクセスないんですよ。
そうだよね。全然アクセスなくて、お友達にここ見てって言って URL を教えて見てくれるんですけど、まあお友達がたまに付き合いで、ね、買ってくれるぐらい、買ってくれるぐらいで、ほとんど売れなかったですね。2年ぐらいやって友達以外には1個も売れなかったですね。今だったらその理由みたいなのが分かっちゃう。分かる。だってさっきもね、小宮さんがおっしゃっていた、うん、SEO、うん、まあ、皆さん何かを探すときに検索でね、うん、しますね、しますよね、Yahoo とか、うん、でもそこに出てこないホームページだったんですだから来るわけがない。離れ小島にラーメン屋作ってるような状態。そうか、うん、すごい美味しくっても誰もその存在を知らないから行けないんですよね、うん、そうなんだ。そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、でもいました、そのネットショップ作って、うん、なんかそういうアクセサリー売ってたりとかする人当時もいました。いました、いました。あのいるけど、うん、やっぱりみんなの認識はネットじゃ物は売れないって、そうそうそう、ね、思っていて、うん、で私じゃあ次何したかっていうと、うん、近所にね、30センチ角のほらレンタルボックス流行ってたんですよ。流行ってたでしょ。流行ってました。そこになんか月額いくらか何千円か払って、うん、売れたら何割か払ってっていうところに置かせてもらったんですけれども、うん、まあ単価が安いんですよ。いくらぐらい。なんかね、何百円の1000円、原価プラス200円くらい、うん、まあ、ずいぶんプチプライスで、プチプライスで、だから、うん、あの作るのに1時間2時間かかってるのに、うん、それを売っても200円くらいしか利益が出ないような、うん、あの商売を、うん、そこでもやっぱり1年ぐらいやっていて、あ、頑張ったね1年ね、そうなんですよ、うん、でもね、これそれはね、もうね、うん、ビジネスって言えないですよね、うん、なるほどね、うん、でも桃さん的にはバリバリ仕事してたじゃない、うん、でそのようやくそのネックレス、アクセサリー、ビーズのアクセサリー作りに、うん、こうなんとなく希望を持って始めたはいいけれども、うん、全然売れない。その時にはこれ何かしなきゃってすごい思いました。思わなかったんですね。思わなかったですか。あの、ね、うん、そう、これは主婦の趣味だから、うんうん、なるほど、うん、あの別に起業とか考えてないし、うんうん、そんなもんだろうと。そうなんだよね、うん、私も OL やってたけどなんか起業したいって思ってなかった、うん、思わないですよね、今世の中ブームですもんね。今ブームですけど、当時は起業っていう言葉も知らなかったし、うん、お家に入っちゃったらもうそういうものなんだなって、うん、あ、なるほどね。そう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 。それがなんでその、ね、女性のためのネットスキルアップ塾ができるぐらいになったの。そうなんですよ、うん、それでまあネットショップもやってたぐらいなので、うん、ホームページを作るのは独学で勉強してたんですよ。いわゆる HTML とか、HTML で、まだね、うん、ブログがない時代だったので、タグをね、うん、もう直打ちで HTML でホームページを作っていて、うん、そこで子どもの育児日記みたいなものを書いてたんですね、うん、毎日子どもの写真を撮って、でそこにアフィリエイトっていう広告を貼ると収入になるって聞いたんですよ。もうそれがもうでも10年ぐらい前だよね。もうそう、ね、10何年か前で、やってる人いたんだ。そう、やってる人が、うん、まあ、走りですよね、うん、始めて広告を貼ったんですけれども、うん、これまた全く収入にならなかったんですよ、うんうん、でアフィリエイトが稼げるなんて嘘だって思っていたんですけれども、うん、ちょうどあのメールマガジンを撮っていて、うん、英語のメールマガだったんですけれども、その人がね、うん、毎月、うん、アフィリエイトで1000万円収入があるって言ってたんですよ。まあ、まあ、ですよね、うん、でやりますよね。じゃあ 今すぐやりますみたいな。ていうかやってたんですよ、うん、やってたけど稼げないじゃんって思ってたから、なんで私は0円なのに彼は1000万なの、うん、その違いはどこにあるの、うん、って思って、うん、で彼が塾を始めたんですよね、アフィリエイト教える塾。外人さんじゃなくて日本人です。あ、日本人だったんだけど英語で書いてたんだ、うん、英語のメルマガをやってるんだけど、うん、アフィリエイトの塾もやってたんですよ。へー、うん、そう、日本人の方が。日本人だったんだね。そうなんですよ、うんうん、それでね、うん、その塾がまた高くてね、うん、半年間で通うわけでもなく、うん、通信の塾で35万ぐらいしたんです、うんうん、まあちょっとでも主婦にとっては痛いね。高いでしょ。痛いね。そうだから無理って思ったんですけれども、うん、1週間ぐらい考えて、うん、だからどうしても気になったんですよ、うん、私ができないのになぜ彼は1000万もね、アフィリエイトで稼げるのか、うん、その違いが知りたくて、うん、その好奇心だけで、うん、夫にその塾に入りたいって言ったら、うん、まあ大反対ですよね。ああね、そうだよね。騙されてるとか、うん、もう詐欺だとか。いや、あのそのアフィリエイトっていうの自体が、うん、私も10年前ぐらいに初めて耳にして、うん、それでなんか儲かってる人はなんか別の人だって思ってた。そうそう、うさんくさいし、そう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 、普通の人ができるはずがないよって言われたから、
あのそっか無理なのかなと思ったんですけど、うん、やっぱりね諦めきれなかったんですよ。あそこになんかちょっとこう仕事バリバリやってた時のなんかね、うん、そうここにが残ってた、ね、もしかしたら、うん、自分がね、うん、なんかこう抜けてるチャンスがあるかもしれない。インターネットがあれば子育てしながらでもお家で働けるじゃないですか、うんうん、そうだね。そう、それで、うん、もうあのすごく喧嘩したんですけれども、うん、最終的には夫にもう好きにしろって言われてその塾に入りまして、うん、でもね、うん、あの半年間はやっぱり収入がなかったんですよ。半年間やっぱり我慢の子だったんだね、うん、そう。でもそこでもう膨大な知識を勉強して、うん、今まで自分がやってたネットショップとか、うん、あとは子育てのホームページにつけていたアフィリエイトの広告っていうのはもう本当ままごとだったってことが分かったんです。へえ、うん、人が来る、だって道筋を作ってないのに一人でやってるわけですから、うん、誰も知らないわけですよね、うんうん、へえ、じゃあなんかその半年間のその35万円で、うんうん、そういうのがやっぱ分かってきた、分かってきて、うん、まあマーケティングの基本みたいなことを勉強したわけですよね、うん、なるほどね、うん、でそれで子育ての、うん、そのサイトの中で継続してアフィリエイトをやった感じ、うんとね、それはね、うん、あのやめました。そこはスパッとやめて、要は子育て日記を見に来る人たちって、うんうん、目的は何か物を買いに来てる人じゃないんですよ。私や私の子供の様子を見に来てるお友達とか親戚の人なんですよね、うんうん、あ、なるほど、身内ね、うん、そうで彼らは何かが欲しいわけではないんですね、うんうん、じゃあ私たちが何かを調べようとか買おうとか思った時、うん、どういう行動をするかっていうと、うん、Google とか Yahoo で検索するじゃないですか、うん、言葉を入れて ね、うん、で欲しい時はそれこそお米を通販で買いたければ、うん、お米通販とかね、 そう、ね、うん、そういう感じでキーワードを入れて見つけますよね、うん、でその探した時に自分のホームページがね、うん、50番目とか100番目にいたら見てもらえないわけですよ。そうなんだよ ね、やっぱり Google の1ページ目にいないとダメですよね、うんうんうん、そうなので、うん、それが欲しい人たちがそのキーワードで入れた時に、うん、自分のホームページが1ページ目に来るように対策をしなくちゃいけないんだなっていうことをまずそこで知ったんですよ。そうか、なんか私も全くそういうのができなくって、うん、で それこそももさんは HTML って言ったけど、うん、私はそれすらもう本当にもう全然ダメだから、うん、もうそれこそあのうちのホームページを作ってくれる人に任せっきりだったんです、うん、でもうちはどちらかというと雑貨っていうキーワードがあったので、うん、見に来てくれる人はなんとなくいたかもしれないけど、もう数年前でなんかあのようやく雑貨屋さん開業で3ページ目に来ましたって言われて、うんうん、やった3ページ目って言ったけど3ページ目って見ないですよ ね、みんな1ページ目か、うん、そこでなければ、まあ、せめて2ページ目までですよね、うん、そうなんですよ。そうか、でもそれってよく、うんうん、あの私のところにも電話がかかってくるけど、あの SEO やりませんかって来ますよ ね、あれやらなくても大丈夫だったんですか。そうなんです、うん、あの SEO って業者さんにお金を払ってやることじゃなくて、うん、自分一人でお金をかけずにできることが分かったんですよ、うん、聞きたい聞きたいでしょ、うん、ちょっと言っちゃいますね、うん、それには、うん、ま、Google とか Yahoo っていうのは、うん、人から推薦されてるものを上位に出してくれるんですね、うん、人から推薦されてるもの、推薦されるもの、じゃあネット上の推薦って何かっていうと、うんうん、他のブログとかホームページからリンクを貼って紹介されることなんですよ。へえ、うん、だからそれが一番大きいの。それが一番大きいんですよ。だからたくさんの人に自分のホームページを、うん、リンクをもらうっていうことがすごく大事で、でもう一つ大事なことがあって、うん、自分のホームページやブログのタイトルありますよね、うん、はい、そこのタイトルの一番、左端のところに検索されたいキーワードを入れる、タイトルの最初に入れることが大事なんです。うん、はい、それ多分ね、もう勉強されてると思いますけれども、うん、みんながやりがちなのが屋号とか自分の名前とか入れがちなんですけども、そうじゃなくてそこに一般的な検索のキーワードを入れないとダメなんですよ。うん、ね。ねえ、なんかね、もうね、私もその3ページ目事件じゃないけれどね、3ページ目の時からもう本当に、ね、全然もうできなかったんだけど、うん、なんかその要は私の場合はツイッターがきっかけだったんだけど、どうやればサイトに見てきてもらえるのかなっていうのをね、なんか3年ぐらい前に一生懸命勉強して、はい、でその後ブログの
まあ、ブランディングをやってその時に初めて今ももさんがやった後半の部分をやりました、うんうん、そうですよね、なんていうキーワードを入れるのかっていうのは分かったんですけど、うん、そのリンクをいっぱいもらうっていうのは実はももさんのね先日セミナーにね私も出させてもらって その時に初めて聞いて、ほうほうなんて言いながらねメモ取って早速ねあれこれさっきあのセミナーの後にケロコうちのケロコ嬢に自慢してました、うん、そうなんですよ、ね、でもね、うん、あの皆さん私もまあ流れで起業したんですけれども、うんうん、好きなことで起業したい女性って今増えてるじゃないですか、うんうん、でみんなブログをやったり、うん、業者さんにホームページを作ってもらったりね、綺麗なものは出来上がるんですけれども、うん、アクセスがないって悩んでたりしますよね、うん、します本当で業者さんにねホームページを作ってもらうのは全然 OK なんですけれども、うん、そのホームページに自分で手を入れることがみんなできないんですよ、うん、だから業者任せで、うん、でも修正をお願いするとお金がかかるし、そうそうそう、いいやって言ってなんかこう我慢しながら業者が作ってくれたものを我慢して使ってるんですけれども、うん、そうじゃなくって、うん、そこをちょっとでも自分が言葉をね入れ替えられたり写真を追加できたりってすると、うん、ホームページが生きてくるんですよね。そうなんだよね。そうちょっとでもいいから、うん、自分で触れるようになってほしいことと、あとはそのアクセスアップ、うん、SEO が自分でできるということ、うん、それが最低限起業するときにできるといいなって思ったんですよ。じゃあそしたら、うん、ももさんがそういうのが分かったきっかけっていうのがももさんにとってはアフィリエイトだったんだ。アフィリエイトで私は全部身について、もちろんホームページもね作れるようになったし、アクセスも集められるようになったし、じゃあアフィリエイトで収入を得るためにはどういうことをしたらいいのかなっていうことを全部アフィリエイトで勉強して、それがね実はね起業で集客するときにね使える、そう役に立つことだ、それが武器だって分かったんですよ。そうなの、実はね私一番最初に、うん、今日は憧れの人ですっていう話をしたんだけれども、うん、実は私もですねももさんね本を出してらっしゃるね、はい、去年ねあの、うん、すいませんタイトルが長いの、普通の主婦がネットで4900万円稼ぐ方法、うんね、えぐいタイトルでごめんなさい、4900万円って言って雑貨の業界でその4900万円にピピンとくる人はちょっと少ないかもしれないけれども、ね、私は本屋さんに行ってそれが普通の主婦が4900万円すごいなと思ってこう取ったんだけど、中見たら、ね、それがももさんの本だったんだけど、アフィリエイトの話だったから私一回戻したんですよ、ね、だけどなんかまあちょっと私も雑貨の仕事塾っていうのやっててずっとやっていきながら、あ今でこそね塾生が私のなんだろう、雑貨の仕事塾いいねみたいな感じでね紹介してくれるようになって、うん、あれこれ記事も書いてくれるようになって、そうすると私のところに来てくれる生徒さんが増えてっていうのを繰り返していったら、うん、あれこれ紹介って究極のアフィリエイトじゃないかなと思って、その時に、うん、アフィリエイトって言えばあの人だなって、もうすぐその場でもピンときて、その場でその本屋さんに行ってその本を買ってました。ありがとうございます、ね、それがももさんだったんで、そうなんですよ。そうだからあれはアフィリエイトの本じゃなくって、うん、女性が好きなことで、何かビジネスをしようと思った時に、うん、ネットスキルを身につけるっていうのは最強の武器だよっていうことを言いたくてあの本を書いてるんですよ。大事、うん、アフィリエイトをやれと言ってるわけではなくて、なるほど、ね、まあ、それで学べるから、うん、起業前にぜひそういうネットスキルをね身につけておくといいです、うん、ですよね、ということですね。そう、私も今でこそ雑貨っていうキーワードがあるんだけど、はい、もう本当 OL 時代は別に起業とか思ってなかったとは思うんだけど、もし私が今の時代でね、まあ、会社辞めたいなとかね、満員電車やだな、なんか自分でできることをお家でできたらいいなって、それこそももさんがねほら赤ちゃん産んだばっかりでお仕事にはできないいけないけど、なんか自分でやりたいなって言って何かで起業したいと思ってたら、私はもう絶対にあのももさんとか入ってたと思う。ありがとうございます。結局そうなんです、ね、うん、私も自分がね子供を産んだ時に、うん、こういう塾があったら、うん、どんなに良かっただろうと思って、うん、これ子供のいるお母さんたちのために作った塾なんですね、うん、そうか、そうなんです。そう、ここにね、うん、ちょうどね今こうももさんの塾のねこうこれパンフレットが来てるんだけども、タイトルのところねちょっと読んでもらうと、はい、〇〇ちゃんのママでもなくて、うん、〇〇ちゃん家の奥さんじゃなくて、あなた自身があなたのために輝ける企業塾っていうことなんですよね。はい、そうなんですよ。なるほどね、はい、確かになんかももさんやっぱりそういうところがまだうまいね。なんていうのかな、やっぱさすがやっぱり、うん、そのなんていうのかな、どういう言葉でこう、うん、こう
ピンとくるかっていう、こう丸丸ちゃんのママとか誰々さんの奥さんっていう風に言われてる人がいかに多いかっていうことですよね。そうなんですよ。やっぱり子育て一生懸命してるうちはいいんですけれども、子供がじゃあ幼稚園に入った、小学校に入った、少し時間ができたお母さんたちが思うことって、私このままで終わっちゃっていいのかなってみんな思うはずなんですね。小宮さんそうでした。そうなんですよ。前半のゲストの 小宮さんがね、そこにいらっしゃってね。なるほどね。そう、やっぱり子供だけじゃなくって、自分自身ができることってあったはず。だって学生時代は勉強頑張ってたり、あの独身時代お仕事とか頑張ってる人が多いわけですよ、みんな能力もあるし、いろんなことができるのに、みんなこうお母さんっていうくくりでまとめられて、何々ちゃんのママっていう風に言われちゃう、もう自分の人生がねなくなっちゃったような感じがするんですよね。特にあのバリバリお仕事していた人なんかそうなんだろうね。そうですね、私はもう本当にダメダメ OL でだったから、もういかにこうなんかこう外に出ないで、でなんかお家でなんかできたらいいなっていうのをすごい考えてた人だから、もう今出会ってたら本当にっていうか、今の話を聞きながら私もこれ入りたいと思っちゃう。じゃないでもね、これねママだけじゃなくって、あの OL さんとか、本当いいと思う。そう、サラリーマンの方も、要は、給料が増える可能性ってこの先少ないじゃないですか。そうなん、リストラにあるかもしれないし、年金ももらえないかもしれないし、ドキッ。そんな時にやっぱりあの会社のお給料以外にインターネットから、まあ5万でも10万でも毎月入ってきてたらちょっと気持ちが楽ですよね。そう、だからここ書いてあるんだよね、アフィリエイトを練習台に使えるインターネットスキルを身につける。実際にやるんですか？アフィリエイトをやります、あの好きなことで起業したいっていうのは最終目的なんですけれども、この西塾っていうのは6ヶ月間通信制で自宅でアフィリエイトを勉強してもらうんですね。で、まあ、アフィリエイトって初めての方が多いし、ブログやホームページが作れない人がもう本当に 95% ぐらいの方が、そういう方が入ってくるんですけれども、まあ初月からね、入ってすぐに、収入が得られる仕組みもあるので、そこがね皆さんなんかこうハードル低く始められるのかななんて思うんですけどね。すごいね。じゃあ何にもできなくても、何もできなく、なんか自分がこれから起業したいな、でも何ができるのか分かんないななんていう人は、まずここでそうですね、何にもそういう土台がなくても、まずそれで自分の好きなもの、それこそももさんは一番最初なんだっけ、レーシックだっけ。あ、はい、あ、ちょうどね、ホームページの方もね、ぜひね、ありがとうございます、西塾ということでですね、こちらなんですよ。でね、あの西塾で一番最初は、あの、受講料が取り戻せるような、プログラムをやるんですけれども、その後に自分の好きなテーマでホームページを作ろうっていうカリキュラムになるんですね。それはワードプレスっていう無料のソフトを使うんですけれども、うちも最近ワードプレスでしょ、はい、ね、そう、それを使って自分の好きなテーマ、一番好きなテーマで1個作るんです。それはね、趣味のことでいいんですよ。ももさん、なんだっけ、いっぱいいろいろやってましたよね。私いっぱい作ったんですけれども、私劇団四季のミュージカルがすごい好きなんですね。それでミュージカル観劇の、レビューだったり、このミュージカルの見どころみたいなミュージカルのサイトとか、あとは、テニスがすごい好きなんですけれども、テニスのサイトとか、自分の家の近所の、私埼玉の富士見野っていうところに住んでるんですけど、埼玉の富士見野ナビっていう周りの、本当に公園とかを紹介するようなナビサイトを作ったりっていう、もう本当に趣味のサイトとか地域のこと、もうお子さんがいらっしゃってお弁当を作ってるんだったら毎日のお弁当を紹介するとか、ペットを飼ってる方だったら自分のペットを紹介するとか、それでいいんですよ、そういうサイトを作るので、あのまずは本当に好きなことから情報発信をするっていう、ところから勉強していきます。次、さっきの、受講料がね、これなんと、ももさんいくらだっけ。受講料は、6ヶ月間で、19万8千なんですね。ちょっとじゃあ勇気いるね、勇気いりますよね、でやっぱりターゲットが主婦の方なので、そんなにまとまったお金はね、用意できないっていう方がいらっしゃるんですけれども、6ヶ月の、6回の分割ができて、月々3万3千円なんですけれども、初月の本当にプログラムで、いきなり20万円を得ちゃう方もたくさんいるんです、アフィリエイトで。アフィリエイトでこれ1回だけなので、継続して入ってくるものではないんですけれども、あ、そうなの。
なんだ。必ず全員お金が入ってくる、まあ、自己アフィリエイトっていう聞いたことがある、ものをやるんですけれども、それね、その通りにやってもらうと受講料はね、みんな回収できちゃうんですね、どうしようどうしよう、私入ってるかもしれないよ、どうするどうする、入ったりして、ごめんね、入ったりして、すいません、そうそう、仕事しろとか言われちゃうから怒られちゃうなーって言いながら、ケルコさんも入ってたりして、あらあなたもみたいな、みんなでね入ってたりとか。今ちょうどそれで、はい、これ大丈夫なんですか、どうぞどうぞどうぞ、はい、何3月の末まで、もうちょっとじゃない、3月末、はい、あと何日かですよね、3日4日ぐらいで、歳塾の8期の募集中ですので、8期ってすごいね、もうそうなんですよ、もう6年やっているの、6年もやってるの、6年やってるんです、まあ、はい、そうなんですね、彩りの塾、歳塾で検索していただけたら、あや塾、あや塾って言っちゃうんだけど、そう、みんなね、言うから大丈夫です、ね、そういうことでですね、ぜひですね、歳塾か、歳塾で検索するのが一番いいよね、歳塾で検索すると、まあ、歳塾が出てくるんですけれども、はい、主婦の起業で検索していただくと、私のブログが、一番に出てきますので、はい、私のブログにもいろいろなことを書いてますので、すごいね、ももさん、主婦の起業でも一番取れちゃうのね、はい、すごいね、はい、それが仕事ですから、あ、そうでした、はい、そうですよね、そうなの、なんか、でもいろいろとなんかね、もしかしたら雑貨 TV であり雑貨をやってる人たちにとってもそうなんだけど、うん、でもそういうのも実際ね、大切ですものね、ネットのスキルってね、はい、お勉強してくるね、そうなんですよね、結局自分が伝えたいことを伝えたい人にこう伝えるのがインターネットなので、うん、まあ、手段としてインターネットスキルを持ってるっていうのはこれからね、何をするにも役立つかなと思います、絶対にこれやっといた方がいいよね、はい、私もそれ本当に遅かった、3年くらい前からようやく自分でどうにかやって、ブログでね頑張ってどうにかできるようになったけど、それまでやっぱりすごい大変だったから、なんかいいタイミングで、ね、いい人に誰に出会うかっていうのも大事ですよね、そうですよね、そう、なんかね、ももさんってね本当にアクティブでね、昨日あそこにいたかと思ったら、今日はあそこにいて、なんで温泉入ってんのみたいな、だからもう試しにですね、私、ね、ちょうどね、一緒にシンガポール行きませんかって言って、メールだ、メールしたんだよね、シンガポール行かないって言って、シンガポールでセミナー一緒にやろうよって言ったら、うん、ももさん、もう2つ返事で、いいよ、いいよ、あれちょっと待ってとか言って、あれ何、お風呂に、あの時お風呂に入ってて、お風呂に入りながら iPhone 見てたら、あきみさんからメールが来て、シンガポール行こうよ、いいよって、そう、書きながら、あ、でも今お風呂だから、上がったら手帳見るねみたいな、そうそうそう、もう本当にそのノリで、でもこれがこう自由にできるって、はい、私たち ね、 ね、 いいですよね、おかげさまでね、やりたいことをやって生きていくって最高ですよね、最高ね、そういうね、なんていうのかな、やっぱりインターネットを使ってで、ね、そういう、こう好きなお仕事ができるっていうのはやっぱりね、はい、いいですよね、収入源があってね、いい、 ということでね、はい、ももさんのこの歳塾、はい、ね、8期生3月末だからあと数日ですよ、ぜひ皆さんね1ヶ月で元を取っていただいて、はいね、しっかりお勉強していただけたらいいなというふうに思います、はい、ということでですね、今日はね、女性のためのネットスキルアップ塾歳塾の塾長のももさんに後半のゲストとして出ていただきました、ももさんありがとうございました、じゃあこの、今日ね、今日前半に出てくれた小宮さんもぜひぜひ、小宮さんもそうですよね、主婦ですもんね、一応ね、一応と言ったらね、ちゃんと主婦です、そうそうそう、こんなにこう綺麗でしょ、綺麗なのね、本当に綺麗で、なぜかね、もう作家の仕事塾でお父さんって呼ばれてるえ、そうなんですか、なぜかお父さんなんだよね、ね、そう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 、ね、まあ、いろんなことがありますけれどね、女性がみんなキラキラね、輝い、ますます綺麗に輝ける季節ですもんね、本当 ね、 ね、ということで皆さん素敵な週末をお過ごしください、雑貨 TV でした。